はい、次は担当の話。担当、これ、重ねてもいい。これ、いいですか。うん。担当、重ねてもいいかな。かかるんです。今日は、ちょっと担当の話をします。大体、先生の武道、自然の武道であるとともに、獲物の武道。素でやっとったら大体獲物ができる。逆に獲物をやっとっても素でができる。というのはかなり基本が同じ。ちょっと違う。それが先生の武道で、担当つこって足回し蹴りしたりくるっと回ってるような人間いないな。今まで、まあ聞いたことないな。だから先生は超高齢、小柄、力がないという武道であるとともに、あの武道は同時に担当でもあのまま通用する。その担当、足あるからおかしい、回し蹴りおかしい、くるっと回ったらおかしいな。これ生きていけ。はい、な、それです。これ、担当と教頭。向こう長い。こっちは短い。これ見たわかる。リーチ、長い。だから、これやったら、向こう一歩で切れる。こっちが一歩で切れない。二本だ。すると、一歩でバーンと切れると、バッバッといかんと切れるんで、バッバッといかんと切れないのは不利やな。わかる？不利やな。この構えた状態やったら、僕が不利やねん。けど、ここへ入ってしもうたら、僕が有利やねん。ちょっと長いな。使いにくいな。と、ここへ入ったら有利。こっちは有利。ちょっとこっちは不利になる。けど、このままでおったら、こっちは不利。あっちは有利。この有利と不利、今も不利。ここが入ったら有利。これ、どうやって参るの？不利から有利に持っていくかというのを考えていく。これ言うと、それから考えていかないと。まあ、自然体やな、当たり前と言ったら、もう言わないんだけど。それと、いわゆる間合いの問題。な、間合いの問題。これ、やっぱ、もっと短い。素で持ってもらうか、妙法で無理かもな。これ、ついて、ついて、参考になってる。もっと無理。けど、向こうは一歩で切れる。これも、間合いの問題。不利な状態から、これ不利な状態。刀、担当もとっても不利な状態。不利な状態から、どういうふうに有利にしたらいいかいなという問題意識を持たれていく。それが問題だということを知らんといかん。なことも何も考えない。教えられた通りやってる。考えない。あかん。教えられた通り真似してやってるだけで、そこには考えたところが何もない。俺から言うと考えないか。ただ、刀にも、こういう特徴がある。刀突く、切る。当たり前。
けど、こっち側から、こっち側から、こっち側から、何かしても切れない。それ、うまいこと利用する。ということを考える。ね。だから切ってくる。はい。切ってきたら、ここでこうしたら、これ切られるけれども、こうしたら、なんともね、ごっち近づいた。ちょっと一歩でも、体までは近づけるけど、ここまでは近づける。そういうことを考える。また、その次、これちょっと振って、はい。どこが一番早いと考える。ここが一番早いなって。一番遅いとこや、ここら辺。うん、はい、これ。ここが一番遅い。ここが一番速い。バトルの線、振った。ここが一番遅い。先ほど速い。それで、考えれば。速いのをポンと合わせるから、こっち来るし。遅いのを持ってきておいて、遅いのを交渉に。簡単や。な、遅い。大きい。簡単や。けど、早い。これ、ここでポイントやる。ここでポイントを押さえると、あかん。難しい。ここやと真ん中ないじゃん。あっちは行きます。けど、あっちは行きたいところの、本当はリーチの問題がある。さあ、それでどうしようかな。ということになる。これ、このぐらい考えてな。一歩二歩三歩と言ったから、はい、これでパンとパンともっと早いです。これでパンとした目的を俺今言ってね、三歩かかんねん向こうまで。けどこれでここまで行ってパンとパンと目的をこっちが天を俺が間に目的をけどこう来てきたこれは使えるけどみんな早い早いやつをなこのここ通過するときにパッと押さえることが非常に難しいけどある程度で昔から我々が言っていたらパッと押さえるあら難しいけどこうピャーッと行き過ぎとるのにパッとやるのが難しい。普通はできる。横の向こうは下手くそで、こっちはうまかったらそれだけどさ。聞く方は止めてます。そういうふうに考える。これ全部考えなきゃいけない。な。はい、そこで見とけよ。はい、これで切ってくる。あいつ早いよ。さあ、ってさっ僕やったら、パンと飛ばすことができる。あのぐらいの速さやったら、見えるから、パンッと飛ばしたら、ちょっと近いやつですよ。これ、ピュ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 ッと飛ぶから。そんな近いやつ。な、ピュ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 ッと飛ぶな。近いやつ。近いやつでいいから。だから、また考える。また。ここを置いとくと、手、どこを置いとくかな。ここをちょっと上がる時間が上がる時間がもったいないなとか考えなこんだけ上がるんだだいぶ時間かかるなでほなこうやってやっとったらでポンっていくよ頭ここは切ってこれないけどこの蹴りパンって切ってきてパンって切ってそのままピャッついていくよそういう危険がある。で、ここを置いとったら、こう切ってきて、そのままついてる。そういう危険がある。だから、手をこうやってやるのやばいな。こうやってやるのやばいな。
頭開けられへん。そのまた考えてる。引っ張り出そうと考えてる。引っ張り出すのはどうしたらいいか。誘いがある。誘いがある。それから筋外しのな、中心線外すよ。だから、私、これだと、そんな、ちょっとしたよとか、あのね、ゆっくりやるよ。ここは一つ、それでいいよ。もっと早い。あれ、ついてくるか。な、ここは一つ、まあ、打ってくる。座ってくる。な、打ってこさすに。ここでもな、誘い使おうじゃん。剣道初段二段に勝とうみたいな。こっちが五六段でなかったら勝てないね。そう言われて何があったんですよな。剣道五六段と何があった初段二段ぐらいでいい表現見てへんからわからん。答えを用意してるな。高校生と一般のおっちゃんやな。五段六段のおっちゃんと高校のまあ二段もね、初段もねでもやって、だいたい対等や。な、ないなぜとかな。これでも向こうは初段で、こっちは五段六段なら勝てない。またそんだけ差がつく。これもどうだ。けど頭の違いもある。考えてもらってる。これが、これ、ここは一番早い月や。その時、面、面でも小さいのに。な、見とくよ。これ、こうしたら、パーッと！これで決着つきます。あと、これ、この間から言うとおるように、いろんな原理が、原則は、それをいくつかいっぺんに使えて、これ何やったら、まず停止さんより危ないから、誘いというのか、そこへついてくるか来るか分からんから、これ。その時にまた一歩使ってみて、で持ち替えようから、持ち替えようから。ここへ入られた。剣道の人困ってくるんだよな。これ見とくよ。これ僕も前へ行く勢い、向こうも前へ行く勢い、勢いがついても車でもそうだよ。急に出とう勢いで下がろうってしんどいじゃん。そこなんだな。だからこれでもう誘いながらって、ああ、行かれても、ここ置いとんじゃ、危ないけど、こう、ああ、行かれても、それともね、この上がる時間、短くせんといかない。それともないんだよ。それと、言うたらよ、こっから上がりかけと、ほんなら、できよ。で、ここで止まったら、これ僕よ、ブンということを教えておいろ。ダメということだ。見とけよ。足を教えておいろ。1、2、3、4、4、5やな。四五やるもんだ。遅い。そこで普段教えておくな。足。二本で。1、2、足、四方、日本にせえな。それからね、何も早くても、はい、1、2、3、4やったら何も早くても足4回動かすんだ。それ、もうこの時、手が上がりかけていってこないんだ。な、手が上がりかけていってこないんだ。
そういうふうに考える。それで、ほんま、補修が花に使わんと近づけないのは、相手を誘って引きずる出すことによって、相手が出てきてくれるから、補修が、間が短くなる。以上に、僕も4歩で行くところを2歩で行って、両方が近づく、急激に近づくな。種明かしたら、そこを考えない。な、だから、ゆっくりやった。もう、こうなるよ。な。そういうことを考えて、自分の技を作れという。今では手を途中、こう構えとって途中まで上がっているとか、な、支えをかけて、1、2じゃあかんとか、今、バーンと加速度で見たな。車でもどんどん速くなると同じ原理。それと、主従を外す。これ使わんというか。それと、両手、使わんというか。それと、剣の横、上から押さえる、払うというのを使わんというか。で、剣の不利な状態を持っていく。これ、はい。ゆっくりやれば。これで、ふっとやった、ふっと。もうこれを押さえとったら、剣使えない。僕もここで見てみる。これ剣から押さえとったら使えない。僕の言うてこれ外して、ほっといて、これ外して、こっちはね。こういう技はある程度。もう一応普通の人はここを押さえられた。そういうことを考えて、今言うて。ゆっくり二人で実験して、実際に、実践的にやってみる。こういうことになる。それとまた言うたら、人にも教えるない。教えたら向こうを抱くと言う。だから言ってもいいかな。教えて、もう手説明を受けてから、ほな俺こないするわ。どんな技でも神さんでいない限り、問題が今のやつもそこまで聞いたな剣を落として分かりますそういうことを考えてあるんですがだから僕はこう考えますって考え人に教えるなよということはそういうことや本当のことを教える昔を一子相伝よ自分の子供にしか教えない。いかに勉強を変えてでもあるところまで教えてくれる。本当のことは教えない。まあ僕は教えすぎない。もう別に意思相伝なんか考えていないから。けど、アホになんか教えても効果がないというのよく分かった。僕と同じように考える男に教えた。もっと発展させてくれる。言われたことしかできない、言われたこともできない男に教えても何も効果がないと思って。また、自分より優秀なやつに教えたらいい。ほんで、お前はちょっと頼んどいて。な、そういうことだ。今のでも、ほな、先生、そんなこと考えてもな。僕がこれやったら、僕こう考えますってすぐ出てくる。これも考えたらそれです。だけど、果たし合えるのは一回で終わりや。前もって説明ない。どっちか勝ったら終わり、負けたら終わり。な。よかったよ。いわゆるで、初段と五段ぐらいの違いがなかったら勝てないよ。
だから、どうしても言うときは逃げろ。あいつの実力が分かる。ただ、大きな構えたら、このぐらいの下手やないな、パッと分かる、僕らやったら。あんまりな、下手やないな、すぐ分かる。けど、原則は、それだけ。で、ほな、次、ちゃんとも取ったら、どないするんですか。今、スレッド語らぬ関係。今、スレッド語らぬ関係。担当もとっても大きくは違わない。これでも、今、受けだけでも、あそこまで取り組まないで、ご大夫は次を送るのか。まあ、一番早い実家面やな。これ、こうしてる。ん？なん違う技使うよ。これで、パーッと、これで終わり。これでも、考えないといけない。今のスレと似たような考え方でできる。五代君の剣が見える。あ、ついてきた。あ、撃ってきた。な、はい、これ、撃ってきても、これな、ほう、見える。見える。だから、筋外さんでもいける。だから、これも、まあ、これだって経緯。こうしてくるな、ほう、こうやって。こんな担当や使うときに回し蹴りや後ろ回し蹴りやそんなアホなこと考えるな。お前超高齢者やし小柄やし力あれへんし一番力ない方法はないみんな同じちょっと間合いが違う。でこの間から何回も間合い間合い間合いとか誘い誘い誘いとか言うと君たち、言葉分かってる。あるいは教えたことできるのかできないのか知らんけど、その程度、それをちょっとでも五代君と機会作って、な、考えて、実験的にやってみて、ゆっくり、その段階ではな。で、実際に入る。ということをする。で、五代君の知らないどうやっとったら遅いのか。どうやっとったら遅い。ちょっと距離が長いな。もう先生そこまで飛び込んどん。そういうのは、担当と末との関係。どこが違うか考える。違うところをどないしようかな考える。いろんな原理原則は教えられておけば、これと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 これ作ってやろうと考える。ゆっくり実験する。うまいこと言われたら、バーンって言うことがやる。あ、使えるやつ。けど、これ教えたら、あかんな。というのは、これを打ち破る技がまだある考えだ。だから、敵に言うたら、教えたらいかんな。密かにやっとかんない。すべて、本来を密かにやる。絶対、動画公開なんかしたらあかん。けど、先生、なんかもう、一思想で伝える息子は、武道、ほとんどやってへんから。な。まあ、誰かが分かってくれたらいいなと思ってやってる。だから、担当、素手でも、担当でも、刀に対して、ごつい二刀目。ただ、はい、もう一回言って、目を見ても、これやったら、はい、全部こう、刀で、なんか、そこで終わり。
前が近いから。いっぱい。さあ、ここまで来ておくと、ここまで来られる。ここまで来る。ここ、ここ、とか言われる。ここ、なる。とか言われる。ちゃんと、すればそうした。けど、今言ったら、歌える、どうするね。これもね。敵の歯の下に入れ。昔から言われてる。敵の歯の下に入れ。ということは、切らせ。切らせ。切らせて生きろ。な。これもね、もう全部受けられる。じゃあ、はい。さあ、さあ、これで終わり。な。バンと跳ねられたら、それからどうしたらいいのか。どう切る前に、目の前、はい。で、もう一回やるよ。これな。まあ、これもゆっくり。さあ、切って。これどう回すのか。0.15 か2秒ぐらい下がって、落ちた。で今この手遊んどけ。実はこの手遊ばない。この手もうどうけでない。何もできない。崩れる。そういうふうなことを考えるのは。先生の教えている担当の技や。けど、みんな教えられたこと、分かったのか分かっていないのか知らんけど、真似して、はい、終わり、分かった、と言ってる。何も分かってない。また、動画を見てからが勉強なんや。俺は最後です。動画を見てから、もう一回考えてる、2回目、3回目。ほんなら、苦労みんなの道がある。あれなろうと順番を覚えて、できたかできないか、じゃん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 。あ、よかった。あ、終わり。次や。って言うとったよな。分かってんね。この間もちょっと言うたの。たくさんの原理がある。いっぺんに、いくつかの原理を同時に使おうと。な、一つの原理で分かる。それが担当とか中等でも同じや。な、ちょっと周りの使い方が違う。で、こんなの入って、あ、中等やったら、だいぶ長さが違う。あ、僕は中等、あんた大等。すべと担当と中等でどう変わっていくか、これ考えてる。あ、またリーチが変わったということを考えてる。リーチが変わったらわずかに考え方が変わるし、わずかが変わる。まあ、まずつばがないからの問題。まあ。ここに行ったら殺人みたいな言ったんだよ。ちょっとそこから離れ。前、ここ空いた。10センチか15センチ。な、これ10センチか15センチ。これがまた面白い。10センチか15センチ。すでと怖い。な、あれが怖い。だいぶ違う。こいつの人違うな。これさ。15センチぐらい。15センチってすぐ入れる。すぐ入れる。15センチすぐ入れる。で、やるちょっと。くる。しゃべる。まあ、危ない。すり外しと。これ。これ。これ来た。シューって。それを生きてる。
急に出てきておくから出てきて、ほんまにつかないよ。ほんまにつくつもりでついておいて、君出てくる、僕出ていく、まあ来ないな、うん、そう筋外している乗っているということだよ。ここ、ここ、ここへ来て見てみる。首の横に相手の刀がある。これ僕わざとそうしたい。なんで、なんで首の横に相手の刀があるね。それ考えてる。一つ筋外してる、一つ乗っている、そして前へ言葉にスーッと近寄った、スーッと近寄った。首のここに刀がある。わずかになって、わずかでしょう。なんでここに来んでる、ここにあるの考えんといた。先生二つ使った乗る、スーッと乗っていったな。筋外した、あるいはもうそんなん怖かった、こうしてる、こうしてる、とこに、これいいかも、1、はい、2ってやったら押せ、ごめんというスピードで当たったよ。この15センチ力を取ってこうしている、ね、こうしてることがない、とこに、ね、これはこれでちょっとすり外すのと打ち落とし入れに使おうかな、ということ、素手やってできる、な、担当でもできる、これ長さによってはできる、あ、獲物の長さによって、リーチによって変わるんやな、ということは分からんという、それを考えるのは意識におけることだ。あ、担当を話しとった。あ、中東を話しとった。あ、素で話しとった。あ、真似した、終わり。何も考えない。真似することは考えない。終わり。あかん。何も。教育効果ない。英語なんだけども、学校になるといえば、その、役に立った。家帰って勉強していろいろ考えて他のこともやって初めて役に立つかいなんて立たないからね、うん、だから勉強は手に組んだね、他を知り適応する我を知る、他不動の研究な、この間も見たない人にな、愛知郎のおかしな愛知郎の大先生、はい、あ、なんとか守り弟子やって言ったな、塩田さん、そうです、守り弟子や、何々かい、最高師範とか言ってな、変なことやってる、これ分かるかいこれ、分かったな、僕の説明な、普段何考えてやったんや、実際違うことやったな、普段何にも見えへん、一緒にやったんだ、それで嬉しそうな顔してやっとから、こっちちょっとアホかいなと思った、あんなの見られたらな、愛知いうのは役に立たんということになるな、おっしゃってできる、愛知稽古しとってやったら関係ない、愛知役に立ってへん、それで嬉しそうな顔しとったらアホかいな、愛知が役に立たんということを証明したいと思うよな。で、それを見て
みんなが喜んでいる。これもアホかいないこと。僕の頭やったら相手は相手で、これはこれで関係ない。テンポをビエーッと組み打ちしてな、寝転んでやっとったな、蹴ってな。まあこの先生はアホかいないこと。あんな見したらな、みんなますます愛情が役に立たん。肩だけやるな。僕が寝ちゃったら、先生普段教えてるのはね、何もあんなの出てくるわけんな。ベッドの方法をやっていますな。どっちの方まで使えていいんだ。で、うまいことやったんやったらいいな。下手くそや。自分でおかしいことやってること分かっている。なんか僕が言ったアホや。ただ塩田さんの孫弟子みたいなのは、まだアホな、よう分からない人はあれ見て、おーおーおおって思ってる。これまだアホや。けど、明日でこの空手はいいよとか、この、あれなんちゅうのはいいよって見せたかな。だいぶ違うな。いいと悪いの見せたった。そういうことを知らんというか、まさ、それが敵を知り、我を知らばとか、勉強しているとか、いうことになっている。ああいうふうな動画をな、見せ、パッと見れる面ができたら、武道が上手くなったと言うてよい。だからいろいろある。特に、はい、これ、左手の使い方、担当、こちら担当、素手、左手の使い方を教えてる。これ、素手でも両手の使い方を教えてるようにね。こっちは担当、こっちは素手の使い方。先生、担当やわ、これの場合、教えてるの。で、刀の場合は、左手は見てやって、一緒やで。左手だけの使い方はない。例えばこれでな、はい、これで切ってくる。そう、わーって言っても、これで死んでいる。先生、もう時間が大丈夫。うん、大丈夫。あ、大体40分になったら終わる。な、だからこんなんでも、普段教えてるな、すり上げ、こんなもん、パーって、ふっふっ、とこんなもん、大丈夫、こうやって、生きている。ね、そういうふうな勉強をせんでいく。で、これ見たわけだよね。先生、攻めていくよ。こうやって、こうやって攻めていく。これ、下がったら、前が広がるな。はい、これ。見てるよ。下がる。おぉ、また来てる。さあ、止まってね。はい、これ。スー、スー、前へ。また、これね。そう、フリー。そういうふうな、ことで。同じすり上げても、ああ、下がったらいかんね、という研究をする。はい、はい、これ。打ってくる。うん、打ってくる。はい。すり上げたらまた来よう。すり上げて下がったら。うわぁすり上げて前からもう来ない。ということは、あ、前に行ったら相手と有利な前になるんやな。ということを研究する。そういうことが
いろいろ、ご在宅と、せっかくいい先輩がおるなら、考えて、ゆっくり実験して、いつも言うとおりね、早くするのは後でできるって言ってる。力を入れるのも後でできるって言ってる。力抜いて実験して、それからあと、実際的にやったらどないなるのか、ゆっくりはできたから早くやったらどないなるのか、いうの。何かも教えてなくなるゆっくりやってみるって言ったの早くやる必要ないよ力入れる必要ないよ力は後から入るよ入れたかったら早く後からできるよって言うと思われて後の段階で結構上手くならないとうん結構練習やり込まないとそこあ難しいみんなね上手くなっている練習は練習して上手くなったね。練習せんで上手くなっている練習は。練習上手くなって、そこからゆっくりやってっていうふうに多分段階踏まないと、いきなりゆっくりやってもいきなりゆっくりやってもできないです。何ある段階でゆっくりやらないと多分ダメです。ゆっくりやって。ある段階。ゆっくりやって。ゆっくりやって。な、これか。スローモーションやった。こう構えて。はい。スロー。ゆっくりのが難しいです。下がった。これで終わり。ゆっくりのが難しいんです。ん？ゆっくりのが難しいんです。ゆっくりのが難しい。いやいや。わからないのが難しいよ。ゆっくりのが難しい。なお、70何年やってどっちが優しいか難しいか、君に教えてもらうのがわかる。君の今まで34年生きた2倍やってる。君にそんなこと言われるのも僕は分かる。バタン。わずか2、3年やっとる人間と、78年やっとる人間と、な、俺が分からんことはない。君を教えてもらわんと分からん人間ではない。だから、これゆっくりやったら、全くゆっくりを、ヒュー、スー、これで、分かる。あ、なるほど、穴になるんじゃないの。な、で、あ、左手で掴むんじゃないで。はい。スー、スー、スー。これで分かる。ゆっくりの実験は。あとは早いだけや。あまり力入れる。な、早くやったらさ、早くやるよ。うん、はい。終わり。あれは早いやったらする。な、早い方が難しいわ。あんな早いやってきたらもうそれで終わりや。はい、それが最終形態です。これ分かったように言うな。ゆっくりやんねん。この間から言うて、ゆっくりやった。その段階は結構上です。で、早くやるにも、この間教えたな。全く同じ調子で早くやったらいかんよ。変調で。こっち早くなると、ちょっと早くなると。いろいろ。教えたな。力。この間から教えた。柔らかい力。ごつい強い力。これも、この間から教えた。まだ、君も初めて聞いたの。ここに3回な。柔らかい力。柔らかい力って何ですか？言葉で言え、なかなかな。ああいう言葉で言え。実際はこうやってやるのを柔らかい力というと。感じてくれという。言葉で言えることたくさんあるやろ。な？言葉で言うたら柔らかい優しい力。ということになるな。優しいってどういうことですか？柔らかいってどういうことですか？言われたら。柔らかいよ、次どない言ったらいいかな。優しいもどない言ったらいいかな。あれね、授業はそこまでしか。
書いてな、さようなと体得線というか体で知らんというか、体で知らんというかたくさんの実際言ってみる言葉だけだったら分かる、そういうことをするのが僕の言う考える、考えて実験ゆっくりやる、でお互いに納得できたら次は実験、実践に近いようにやる、でよその武道も参考にして考えるということを言う、僕のあれだけ見て家で一生懸命真似しています、まあこれも勉強のうちや、茶帯は黒帯になるほどもっと深く広く勉強するというかな、伊沢君あたりに言うと無理よ、何もわからない伊沢君はな、これだけでいい、あるいはそれでこれだけでいい、書いてあるそうだよね、けど僕言うたよ、茶帯の家で言うたら初段から三段ぐらいやからな、チャオビさん級みたいな、そのぐらいのことを始めとかんといかんと言ってチャオビ級になったらもっと厳しい、わかる、開始でも厳しいやこの間の子だよ、あれ写しとっとったら3分の1ぐらい間違おうと、難しい、君が間違おうとは一緒に間違おうって書いておく、難しいな、君はひっくり返って一緒にひっくり返ると感じてな、難しい、何でも一つの道は難しい、一つの道でも難しいということが分からんというか、正義対象も分かったってな、日本を助ける男俺はできる、これは簡単なもん、最後高森な、努力したな、大久保利通も、東郷元帥も、大山巌も、みんな苦労して苦労して命がけて、みんな途中で殺されて、な、大久保さんも殺された、西郷さんも殺された、な、木戸興味も、木戸公園もあれ殺されたんじゃないけど、すぐに死んじゃった。みんな命が出てやって、やってやっとできた。あれな。俺日本助ける男になるぞって、こんな簡単なことな。何でも大変や。坂本龍も殺された。高杉晋作も血を吐いて死んだ。な。まともに生きた人間なんか、俺、伊藤博文ぐらい。伊藤博文も最後、朝鮮で、朝鮮に鉄砲を撃たれて死ぬ。みんなそれだけ苦労して最後は死んどる。な、日本助ける男が、そんな。あいつは、最後までぬくぬくと生きとった人間なんかおれへんな。あんまりな。そんな厳しい。けど、君は陽気にそんなことは言える、分かっている、彼らのことは分かっとったら、彼ら命がけで生きとったら、うん、命が九州だから割によく知ってる鹿児島やからな、みんな廃止になる、殺されたな、病気で死んだ、高杉死んだけども30年前に血が入って死んだ、あの彼も高杉晋作の先生も首切られた、それが日本を助ける男やな、簡単に言えることは、そうなん、俺たち大学一緒に出たり灘高校や京都一緒に出た男でも日本を助ける男だ、
なるという男はいなかった。なれないな。ちょっとやそっとで。甘く見たいと。な。物事を甘く見たいと。俺はやったらできるなと考えてた。武道でもそういうふうに考えてほしい。武道いうのは厳しいということだな。マネしてちょっちょっちょっとかでやったらそれで武道じゃない。いうのを分かってほしい。意外と違う。お前さん、それが分かったら上手くなる。分かってきます。な、はい。ほな、今日は終わろう。はい。先生なんだもん、78年やったもん。名人や殺人にはなれ、名人にはなれ、芸術にもなれ。分かった。78年じゃ長いねんぞ。いろんな武道をやっても名人にはなれ。けどちょっとでも近づこうって人ができることを一生懸命考えている。またん、それでも人が名人とは言わない。またん、ましてや一月に1回3時間ほどかかり習いにとって名人なんかなるほど大間違い。なれ。今やっている居合の人も名人になる人は一人いない。な、それほど厳しい。学童を厳しく考えて勉強してほしい。先生いつも考えてる、考えながら紙に思いついたことを書いてる。な、これ教えてるな。今日教えたことでもよそで教えてへんな。何も見たことないな。まあある意味で発明発見やけど。そんなん出しても無理にならない。わかった。いろんなこと今日聞いたな。はい、終わり。ありがとうございました。ありがとうございました。